バージニア級原子力ミサイル巡洋艦。バージニア級原子力ミサイル巡洋艦に再分類された。アメリカ海軍は1957年度計画で原子力ミサイル巡洋艦 CGN ロングビーチを建造した後、1959年度ではリーヒ級を格動力化したベインブリッジ。1962年度ではベルナップ級を格動力化したトラックスタン。 また、1967年、1968年度では、ミサイル駆逐艦、DDG の計画を振り返る形で、カリフォルニア級と原子力ミサイルフリゲート DLGN の整備を進めてきた。そして、1967年度で、ニミッツ急航空母艦の建造が開始されていたことも、あって、同年より、その直江艦としての新型、DLGN の設計作業が開始された。 一方、1967年度計画、DDG がカリフォルニア級 DLGN として振り返られた後も、海軍は新型ミサイル駆逐艦の整備計画を推進していた。これは、対戦艦としての磁気駆逐艦、デラックス後のスプルーアンス級と、防空艦としての磁気ミサイル駆逐艦、DXG をファミリー化して建造する計画であった。 蒸気の新型 DLGN の設計作業は、このデラックス DXG 計画と並行して進められていたことから、合流が模索されるようになり、DXG を格動力化した DXGN の計画が生まれた。議会が格動力艦を支持していたこともあって、1969年までに DXG 計画は中止されており、DXGN 計画は、 この時点でアメリカ海軍が具体的に推進する唯一のミサイル艦となっていた。ロバート・マクナマラ国防長官は当初、核動力艦の実によって構成された空母機動部隊2個に8隻の DLGN を配分する計画としていた。核動力艦の整備サイクルを考慮すると8隻の可動艦を確保するためには9隻が必要であり、ロングビーチは空母の護衛艦というよりは 自らが機関として行動することが想定されていくことから少なくとも5隻の DLGN の新規建造が必要であった。またこの時点で原子力空母は4隻となる予定であり、さらに通常動力型空母への配分まで要求された。結果、1970年の時点で DXGN の予定建造数は23隻まで増加していた。 これによって建造されたのが本級である。建造費の高騰を受けて、1971年5月には、建造数を3席に削減する決定が下された。一番間、DLGN-38 の建造費は1969年度予算に盛り込まれたが、実際の調達は1970年度とされた。同様に、 2番艦は1970年71年度、3番艦は1971.72年度で建造されることとなった。核動力艦を支持する議会は1974.75年度及び1975年度で4.5番艦の建造を追加したが、イージスシステムの実用化とともに本級の設計を流用してこれを搭載するのが困難であることが判明した。 ことから、5番艦の建造は中止され、イージュス艦としての後期型の建造も実現しなかった。上記の経緯より、1968年1月の時点では、DXGN は、おおむね DXG、満載排水量7812トンの格動力版とされており、これより、わずかに大きい程度となる予定であった。しかし後期型て艦でアザムズ、 後のイージスシステムの搭載が見込まれたことから、その際の上部重量増加に対応できるよう、船体規模は拡大していき、カリフォルニア級に迫る規模となった。しかしアザムズ搭載を想定していたことから、カリフォルニア級の設計をそのまま流用することはできず、2層の全通乾板を備えた、車両乾板型の船体が正しに設計された。 なお、1982年度から1986年度のオーバーホールの際に、通用区画には、ケブラーによる走行が施された。期間は、ベインブリッジ以来の構成が踏襲されており、原子炉としては、ゼネラルエレクトリック社ノが2機搭載された。これは加圧水型原子炉で、熱出力は100から 120MWT 程度と推測されている。本級の場合、 土身交換の間隔は10年程度とされている。本級はカリフォルニア級と同様にターター D システムを搭載している。これは従来のターターシステムをもとに全面的にデジタル化、ソリッドステート化して海軍戦術情報システム NTDS との連接を図った発展型であった。ただし本級では後期建て造館でのアザムズの装備を見越して NTDS や WDS などの電子計算機として、新型のアンクマイナス7を用し、システム間としての統合も、さらに高度なものとされている。この完全デジタル化システムは、続くスプルーアンス級駆逐艦やキット級、ミサイル駆逐艦、オリバーハザードペリー級、ミサイルフリーゲートなどの先駆けとなった。武器管制システム WDS としては、カリフォルニア級では、 マーク11モッ d 13が搭載されていたのに対し、本級では、情報処理、表示機能を強化したマーク13モッ d 例が搭載された。その後、んちょ、ニュースレットアップグレード回収の際に、主計算機は、アン、クマイナス43に更新され、ソフトウェアも、従来の NTDS のソフトウェアをもとにアン、クマイナス43で実行できるように書き直した。 RNTS, リーストラクチャード NTDS 後にアッコズブロック、0と、解消に更新された。またこの際に、WDS もマーク、14に更新された。3次元レーダーは、アン、SPS-48A、高期立て増加2隻では、C 型に更新、対空創作レーダーは、アン、SPS-40B と、 トラクスタン以来の構成がおおむね踏襲されたが、対水上捜索レーダーは、アン、SPS-55 に変更されたほか、ソナーもアン、SQS-26CX をもとに、発展させたアン、SQS-53A とされた。またんちょ回収の際に、3次元レーダーは、アン、SPS-48E、対空捜索レーダーは、アン、 SPS-49 に更新されるとともに、これらの目標情報を統合する案、SYS- にも搭載された。DXGN の当初計画では、完備艦艦に、マーク13単装ミサイル発射機と、アスロック対戦ミサイル8連装発射機を一機ずつ備える予定であったが、DLGN として発展する過程で、艦隊空ミサイル発射機は、 新開発のマーク26連装ミサイル発射機に変更され、これをカリフォルニア級と同様のダブルエンダー配置として、アスロック発射機はこちらで兼用することになった。収容弾数は、監視艦班艦の発射機が24発、艦備艦班の発射機が44発で、標準的には艦隊空ミサイル50発、アスロック16発、試験弾2発を搭載していたとされている。 また、艦隊空ミサイルの誘導のためのマーク74ミサイル射撃式装置は1機のみの搭載となり、後部上部構造物上に、その案、SPG-51 理科機管制レーダーを2機設置した。艦隊空ミサイルとしては、当初は SM-1MR が用いられており、んち回収によって SM-2MR の運用にも対応した。方向兵器は、 カリフォルニア級と同様で、艦砲としては54口径 127mm 単装砲、マーク455インチ砲を、艦守備看板に一機ずつ設置し、マーク86砲射撃式装置 GFCS による完成を受けている。その案、SPG-60 追尾レーダーを、艦隊空ミサイルの誘導にも用いることができたのも、同様である。ま、の際に、 ファランクス20マシュダブディスも搭載された。対戦兵器としては、アスロックと共に324立方ミリメートル連想単魚雷発射管マーク32が搭載された。これらを完成する水中攻撃式装置、ユベフジスはソナーの更新に伴って新型のマーク116とされた。また、完備艦板をヘリコプター艦板としているのは、 カリフォルニア級と同様だが、本級では、船体内にランプスヘリコプター1機を収容できる、おめ子を設置して、ヘリコプター艦板とはエレベーターで連絡する、形とした。ただし、ヘリコプター艦板を完備にあまりに近く、重心から遠く設定したために、艦の同様の影響を受け役なり、またエレベーターのハッチの水密性が不十分でたびたび、漏水したこともあって、この措置は不評であった。 このため、関西機の常時搭載は行われなかった。その後、初回収の際に、ヘリコプター艦艦前方は、トマホーク巡航ミサイル用の装甲ボックスランチャー、ビエルの設置スペースに転用、エレベーターなどの設備は撤去され、格納庫のスペースは倉庫として活用された。なお、対艦兵器としては、ハープーン艦隊艦ミサイルの4連装発射等2機が搭載されていた。 全艦ニューポートニューズ造船所で建造された。なお、本級に続いて検討されていた原子力打撃巡洋艦 CSGN 計画が頓挫した後の大替案として、本級をイージス艦として発展させた CGN-42 が設計され、1983年度計画での建造が検討されたものの、こちらも実現しなかった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。